どこどこ魚でございます。魚のマインクラフトでございます。いや寒い寒いね、本当に。いやちょっとね、あったかい日がね 2,3 日続いたと思えばね、急にまた寒くなりましたね。ちょっと皆さん、いや鼻がね詰まっちゃってるんですけど、完全にね。今回はね、なんか新しい移動手段が欲しくて、そのね新しい移動手段をね、なんかそのなんだろう、作っていく感じの回でございます。その前にちょっと前に作ったあれをちょっと壊さないとな。あれもだ、あれ氷結歩行のテストのやつ、あれも壊さないと。この下に松明を置いて一気にいけるかな。そい、おお、すげえな。お、いいね。回収。ああ寒い、本当に。ああ寒い。なんだろうね、本当に春がねやってきたかなーと思ったらね、まだまだ全然ね春じゃなかったわ。いやーまだまだ、もう風も多分引くだろうしね。現にもう鼻詰まってるし、皆さんもね風にはね気をつけてくださいね。多分まだインフルエンザとかね流行ってんのかな、わかんないんだけど。僕はねインフルエンザかかったことないんですけどね。いやー本当に寒い。寒いとねやる気がなくなっちゃうからね、良くない。どうにもね、こう脳ではね、頭の中ではマイクラ撮るぞ編集するぞみたいなあるんですけど、体が動かない。というわけで、ね、今日はねここと、ここじゃないわ、倉庫にね、僕こちらのね商業の街をね、今ね商業の街の商店街パートっていうのかな、わかんないけど、今ねその商店街作ってるんですけど、結構ね忘れ物をしちゃって、さっきの遠い倉庫までこう戻ったりとかねよくしてるんですよ。でね、一応ここにもねちょっとした物置があるんですけど、まあ、あるのはねもう土とかその辺なんで、でこっち側に倉庫を作ってもいいんですけど、まあでも結局ねあっちに重要なものは全部置いてあるんで、なんで地下で倉庫とここをねつなげようと思います。なんでちょっと配信外で軽く、昔ねここのブランチマイニング、風車型ブランチマイニングをやったところの穴なんですけどね、そのところのちょっと下に空間を作りまして、で多分ここをまっすぐ掘ると家の倉庫にぶつかるのかな。座標見よう、 X900-903で高さ58の Z440 で、今ね倉庫の真下なんですけど、この辺の高さが58だっけ、この辺か。ちょっとこの地下にね多くの植林場があるんで、そこに多分ぶち当たっちゃうんですけど、多分この辺に当たりますね。なんでちょっとこっからあっちまでちょっと穴をとりあえずつなげちゃいましょうか。マイナス903ところで掘っていきます。途中で多分もうこれかな、神殿の水路に当たっちゃうから水が入ってくるな多分。あ、来たな、水出てるわ水。待てよ、止めといて、あ来るね、あちょうど真下か、ここか。今回ですねトンネルをね幅5マスのトンネルをね作ろうと思ってるんで、まあもうぴったり、じゃあこの辺でいいか。この辺をまあちょっと軽く海底神殿じゃない、海底トンネル的な感じの雰囲気にねしていこうかな。ちょいとね掘った意味が1列なくなっちゃうんですがね、天井をねここ1個下げることによってトンネルの途中で高さが変わらない感じにねしたいんですよ。続きを掘っていきます。とりあえずね1本さっきの招き猫のね下の穴につなげたいですね。お、来たー、つながったぞ。そんでねトンネルをね高さ3にしたいんで、もう1個掘り下げて入ります。よし、 OK ですね。これをねあと4本
幅5にしたいんで、あと4列ね折ります。やべえ、ちょっと気が遠くなるな。てかちょうど高さがあれだね、植林場と同じ高さになったな。これはちょうどいいぞ。いや軽く気が遠くなるんですが、まあ頑張ってやっていこう。大変だ。いやー鼻が詰まっている。で最初にね、間違えて1マス上をね掘っちゃってるんで、後でねここ埋めないといけない。大変だ。計算はねしっかりしよう。こういう作業ってか、そういうなんか穴を掘るとき、トンネルを作りたいときはね、しっかり計算をしてからね掘りましょうか。手間が増えるぞ。来たー、終わったー、掘れたー。それではそれでは次にちょっと湧き潰しの松明を置いていきましょうか。それではお次にこの真ん中にね、いやもうせっかくなんでこの中央分離帯っていうの仕切りをね置いちゃいましょう。行きと帰りみたいな2連をね今作っておりますよ。よーし、真ん中の分離帯の設置が完了しました。いやすげえな、よう掘ったな。でね、やっと本題ですよ。収録開始してね、収録開始して1時間が経ったんですけどね、やっとようやく本題です。さてさて、本日の録画、いやもうこの時点でねもうすでに1時間経ってるんですけど、いやーやっと本題なんですけどね、多分編集で多分もう2、3分ぐらい経ってるかな、わかんないんだけど、怖いんだけどさ、本日ね使うねその走らせる列車とはこちらの、はい、船でございます。新しくね、バージョン 1.9 でね船にこうなんかねいろいろ乗っちゃうんですよね。なんでこのなんだろう、物干し竿、わかんないんだけどさ、それをねやってたところに洗濯カゴとしてね置いてた船にねこのオールがまたついちゃって、で村人が乗っちゃうから、もうこれちょっと取っちゃおうね、破壊します。あーごめんごめん、破壊しといて、よいしょ、こうでいいかな。今ですね試しにねちょっと置いてみたんですけど、こうやってボートをね、まあちょっと割と近めになっちゃうんですけど、こう等間隔に置くことによって前のボートに乗る、前のボートに乗る、前のボートに乗るっていう、まあ、この高速移動がねできるのかなと思って試しにね、1時間ね穴を掘るというね動画をね本日やっております。だからこれがねちょっと癖があるんですけど、多分走るよりもトロッコに乗るよりも早いのかな、トロッコと同じぐらいなんかな。まあなんかそのロマン的な移動法なんですけど、どうですかね。これをね本日、あと残りどんぐらいかな、わからんけどね、つなげていきます。バカだな、何やってんだろうな。なんかこのボートのさ種類がまたね増えましたよね。なんでこれって何のボートだ、これはオークのボート、あ同じオークのボートだけどなんか若干見た目が違うのか。まあいいや、ではボートに乗って前どのぐらいかな、どのぐらい開けりゃいいんだろう。クリエイティブの時はね結構このぐらい、さらにもうちょいぐらい間空いててもいけたんですけど、いやサバイバルになっちゃうとなんか全然そのなんだろう、そのボートからボートに乗り移るまでの距離がなんか結構近くなってるみたいで、なんかあれな、これサバイバルでやるにはそんなにいい移動法ではないのかな。あこうして、あちょっとこれ近すぎたな、ちょっと押してな、これが面白いですよね。ちょっと乗って、まあ、動けるっていう、前方向に関しては結構速いっていうのが結構面白いところで、よーしできた、乗ってみるぞ、行きます。それでは多分ねすごく効率の悪い移動法、すごく効率の悪い地下鉄かな、はい乗ってみましょうか。それではねこれね帰りも作らないといけないのはね、なんでかっていうとね、このボートに乗った方向がね絶対決まっているんで、今ねこの木の方向向いてるでしょ、でも乗ると後ろ向いちゃうんでね、
うん、だから帰り用も作らないといけない。これ帰りを作るかっていうか、これをね本採用するか悩むな。手間だなこれ。じゃあ行くぞ。では発車します。なんだこの映像。発車します。では三人称でゴー。お、行くんだけどね、このボートの位置によってねカタカタになる、カタカタになる、カタカタさが、あ、でも早いんじゃない、これだいぶ早いは早いぞ。いいんじゃない、カタカタだけど、ボートの位置をしっかりやれば早いと思う。いやーちょっとこれ、ちょ、作業中にねもう一個ね移動法をねなんとなく思いついたんでね、それがいけそうならね次回そっちをねこの帰り用で作ってみて、どっちがいいかちょっと比べてみようか。このね、あのネザーゲートでもいいと思うんだけど、このね荷物の移動するときにね、あの倉庫からこの商店街までの道のりをねいかに簡単に移動するかをね考えた結果、カタ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 になっちゃったんですけどね。はい、それではご視聴ありがとうございました。なんかね、なんかアドバイスがあればコメント欄にお願いします。なんかねクリエイティブでやったときはねもうちょっとね幅開けてても移動できたんですけど、乗り移りができたんですけど、なんかねサバイバルでやってみたらねうまくいきませんでしたね。ではご視聴ありがとうございました。また会おう。あの木はねそんなにいらんかった、めっちゃ使ったけどね、あの切ったけど、めっちゃ切ったんだけどそんなにいらなかったね。ではまた会おう。